フォンスチューベンは、アメリカ海軍の、ジェームズ・マディソン級原子力潜水艦の6番艦。艦名は、アメリカ独立戦争に従軍したプロイセン王国の、陸軍士艦フリードリヒビルヘルム・フォンシュトイベンにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。フォンスチューベンの建造は1961年7月20日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、 1962年9月4日に寄港した。1963年10月18日にフレッドコース夫人によって命名浸水し、1964年9月30日にブルーハンのジョン・ P ・ワイズ館長及びゴールドハンのジェフリー・シー・メッツェル館長の指揮下、収益する1964年の秋にホンス中弁は各班それぞれの成長公開を完了し、続いて、 対潜水艦船訓練を行った。12月22日にゴールドンはクリスマス休暇でニューポートニューズに帰還する前に最初のポラリスミサイルを大西洋試験海域で発射した。1965年に入ると乗組員が交代し、ケープカナベラル沖の試験海域でブルーハンがミサイル発射訓練を行う。二月に訓練を完了し、ニューポートニューズに帰還する。三月に フォンスチューベンは最初の配備につく、新たな母校のサウスカロライナ州チャールストンで第18潜水艦船隊に合流し、直ちに戦略抑止紹介を開始する。1968年に11回目の紹介を完了し、フォンスチューベンは第16潜水艦船隊に転属する、スペインのロタを拠点として1969年半まで作戦活動を行う。 この間の1968年夏には、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で補修を受ける。その後ロタから紹介を再開した。1970年11月に、フォンスチューベンは再び、グロトンを訪れ、16ヶ月のオーバーホールに入る。この間に、ポセイドン C-3 ミサイルを運用するための回収が行われた。転換作業が終了後の1971年。 はじめに成長を行い、2月から3月にかけて、ポセイドンミサイルの発射試験を行う。フォンスチューベンは、チャールストンに帰還し、1971年5月に、紹介を再開した。フォンスチューベンは1980年代の初めに、トライデントミサイルを運用するための改修が行われた。フォンスチューベンは1994年2月26日に、退役し、同日除籍された。 その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下2000年10月1日に解体作業に入り、作業は2001年10月30日に完了した。ありがとうございます。